今回はきちんと説明しようとすると少し面倒な合成関数の微分公式について見ていこうと思います。そもそもこのような関数に対し y イコール f カッコ gx を合成関数というのですが、この y を x で微分してみると微分の定義に従って書けばこのように書けます。この式をこのような形に変形してあげて gx プラス h マイナス gx イコール i としてあげればこのように書けます。ここで gx プラス h マイナス gx の極限は0になることから h を0に近づけていくと i も0になることがわかります。よってこの式はこの式と同義になります。前半は t で微分した結果、後半は x で微分した結果になっているのでこのように書くことができて y イコール ft、 t イコール gx になっていることから y を x で微分するとこのような形で書けて、いわゆる媒介変数の微分になっているのがわかると思います。もちろんこれは f と g を使ってこのように書くことも可能です。今回の方法では gx が定数関数などの場合にうまく説明できないのですが、一般的な性質として結果だけでも知っておくと入試では非常に便利です。